私はソラ、都内でパティシエをしている。今から1年ぶりに地元へ帰るところだ。なぜ1年帰らなかったかというと、会いたくない人がいたからだ。遡ること1年前、同郷の友人のヒサメに彼氏を奪われた。ごめん、ヒサメのことが好きなんだ。本気なんだ。そんな、あんなドキュンピンク略してドピンクのどこがいいの。最悪なのはその後、ヒサメは姿を消したのだ。全く連絡が取れず、携帯が解約されてる、メールも届かない。職場を訪ねるも、ヒサメさん退職しましたよ。え、少し前から退職する予定でしたよ。地元で就職が決まったとかで。そんな、全然聞いてない。地元に帰ることが決まっていたから、私の彼氏に手を出したのか。遊ばれたと知り、ゲンはショックを受けていた。ヒサメ、そんな、俺は本気で。ゲンはヒサメを諦めきれず、彼女を追って私たちの地元へ引っ越していった。ストーカー気質だったようだ。必ず見つける。私は何もかも嫌になり、仕事に没頭していた。クリームいちごスポンジ、クリームいちごスポンジ、クリームいちごスポンジそして1年後てて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 、ん、ピッ、もしもしのもしこりーん。あ、もしもし、ソラ、久しぶり。相変わらずっぽいね。久しぶり、同窓会以来だね。どうしたの。それがね、ヒサメの結婚が決まってさ。そうなんだ。そうでね、みんなでお祝いすることになったんだけど、ソラにお祝いのケーキをお願いできないかなって話になってさ。もちろんお代は払うからね。わかった、とびっきりのを作って持ってく。ありがとう、楽しみ。ヒサメとゲン結婚するんだ。そこまで本気だったなら、私も過去は水に流して2人を祝福しよう。そう決心してケーキを作り、地元に帰った。この世界観わけわかんない感じ、変わってないな。ソラ、ケーキ本当にありがとう。ううん、大したことないよ。ここが会場のレストラン。そう、もうすぐ主役の2人も来るはず。入って入って。うん。そしていよいよ2人がやってきた。よっ、ご両人おめでとう。まだ直視できない。特注のケーキだよ、開けてみて。キャー、嘘、ありがとう。バカ。え、ゲン、あんたヒサメ結婚おめでとう。ゲンって誰のこと。え、ゲンの声じゃない。どちら様。ソラ、これあんたが。あわわわわわ、ちょっと、なんて嫌がらせすんなよ。つか、なんであんたがいるのよ。ごめんなさい。ゲンとのことがあってからまだ1年だから、相手は原価と。そんなわけないでしょ、あんな男ただの遊びよ。1年、遊び、どういうことだ。は、違うの、エンジさん、今のは言い間違いで。ソラさんだっけ、どういうことか話してくれる。ちょ、俺とヒサメは1年半前に見合いしてるんだけど。え、1年半前。ヒサメの婚約者エンジは地元の大企業の跡取りで、ヒサメとはお見合いで出会い、すぐに婚約したそうだ。1年半前、ゲンと浮気する半年前に、地元の就職先というのもエンジの父親の会社だった。地元に帰ることだけじゃなく、結婚まで決まってて、それなのに遊びで私の彼氏に手を出したの。うっさいわね、昔からあんたが気に食わなかったのよ。何よ、みんなしてソラちゃんかわいい、ソラちゃんかわいいって。だから身の程を分からせてやっただけ。ねえエンジさん、独身のうちにちょっと火遊びしたかっただけなの。私、お付き合いするのもあなたが初めてだから、だから許し。いや、あんた高校の時私の彼氏寝取って付き合ったじゃん。え、はあ、私の好きな人聞き出して先に告って付き合ったのもあるわよ。昭和る。基本的に人の男好きよね。な何言ってんのよ、このブスどもが。バナナジーン。その後は当然破談、婚約は解消され、仕事もクビに。まあ、見合いだったため顔を潰されたと両親も大激怒。その場にいた同級生たちから噂が広まり、今度はヒサメが地元に帰れなくなった。私は一人。因果応報エンド。ん、なんか忘れてる。ヒサメ、どこだ。俺は諦めないぞ。ま、いっか、